浜崎あゆみ浜崎あゆみのディスコグラフィーマドインジャパン窓インジャパンは日本の歌手、浜崎あゆみの17枚目のオリジナルアルバム。2016年6月29日に Abex ストラックスより発売。タイトルにある窓の A はロゴ表記。オリジナルフルアルバムとしては、前作 A1 から約1年3ヶ月ぶりのリリース。また、 2019年5月1日より年号が平成から令和へ変わったことや、本作以降はフルアルバム作品などのリリースはされていないため、浜崎にとってこれが平成最後のスタジオアルバムとなった。CDDVD、CD ブルーレイ、CD の3形態による発売。さらに、ファンクラブ、デアマユの限定版として CD、CD プラス 2DVD、 CD ブルーレイに携帯も発売され、2015年にファンクラブの会員限定で行った、ライブ、あゆみはまさき TA リミテッドライブツアーの東京公演の映像が追加収録、または追加付属される。リリースの約1ヶ月半前である2016年5月11日より、音楽配信サービス、アワにてアルバム収録曲すべてが先行配信された。 配信開始からわずか3日で100万回再生を記録し話題となった。アルバムリリースに先駆けて低額性音楽配信サービスにて独占配信するのは史上初の試みとなる。本作はオリコン週間アルバムランキングで2位を獲得し、女性アーティスト歴代1位となるアルバムトップ10獲得作品数記録を更新した。 CD ジャーナルは17作目のオリジナルアルバム。シングルなし、ボートラのグローブのカバン以外は、新曲で固め、心の闇を描くダークで、シリアスな序盤から、恋の喜びを歌う開放的な後半に至るまで、コンセプチュアルな流れがある。ロック色の濃いサウンドに乗せ、切ない思いから劇場まで幅広く表現する歌は、迫力満点だ。と批評した。 タスキー、1時58分フラワー、3時39分、マットワールド、4時18分ブレイクダウン、4時33分、サバイバー、4時13分ユーアーザオンリーワン、5時トゥデイ、5時13分、ミスターダーリング、3時58分サマーラブ、4時48分、メニー、クラシックモーメンツ、6時7分、フラワーマットワールドウィンターダイアリーフラワーマット、ワールドウィンターダイアリー、 歩みミハマサリミテッド TA ライブツアーと、ゼップ東京ソローズストトン、ユナイト、ラストミニットハートプレイス、デイズビーラブドサマーダイアリーヘーブン、XOX オーレリオスパークル、フィールザラブユーアンドメラブソングボーイズアンドガールズザショー、マストゴーオン、リプレイスマヨールハット、6月29日、17、スニューアルバム、マドインジャパン緊急リリース決定、 あゆみ浜崎オフィシャルウェブサイト2016年5月11日閲覧浜崎あゆみ、史上初の試みを発表楽しんでいただきたいモデルプレス2016年5月12日閲覧浜崎あゆみ、50作目のアルバムトップ10イリ達成アルバムトップ10獲得作品数記録更新 music.jpnewsmti 2019年9月17日閲覧。AB 浜崎あゆみ窓インジャパン CD ブルーレイ CD ジャーナル2020年8月19日閲覧。7月25日窓インジャパン収録曲のトゥデイに CM タイアップ決定。あゆみ浜崎オフィシャルウェブサイト2016年7月25日閲覧。ありがとうございます。